った方、仲間同士で歌っている時はおとなしい主婦の皆さんなんですが、ナゼルさんの登場とともに変身します。なぜかジョニーという愛称で人気者なんですね。涙の終わりの日を沈く。日本に来て13年、現在日本の永住権を申請中ですが、苦労が絶えない13年でもありました。外国人への偏見、そして就職難、そんな中でサブちゃんの歌との出会いがあったのです。好きな歌は男の劇場のこの一節。できない我慢するのが我慢。その歌詞を聞けば、いやもう鳥肌立っちゃいますよ。前向く、前を進むことしか考えない。そういうナゼルさんですが、今深刻な悩みを抱えていました。それは同時テロやアフガン空爆に揺れる母国パキスタンの情勢です。そんな時に祭りという歌を心から歌えるだろうかという不安です。祭りという歌に気持ちが入るかどうか、まだ準備できてないんですね。多分最後まで無理でしょう。危険という最悪の事態もあり得るのでしょうか。